国連安全保障理事会会議場の壁画ペール、ラッソン・クローグは、ノルウェーの芸術家。ニューヨークの国際連合本部ビル内にある、国連安全保障理事会会議場の壁画を、制作した。画家のクリスチャン・クローグと、オーダ・クローグの息子として、ノルウェーのオースゴールストランに生まれた。一家は、パリに住み、そこで育った。早くから芸術的才能を発揮し、最初は父親に、 次に、アンリマティスに指示した。初期の頃は、新聞の挿絵を描いたり、パリで単語を教えたりしていた。芸術家として、紙のドローイング、イラスト、ポスターから、舞台装置のデザイン、彫刻、記念碑的な絵画まで幅広い分野にわたって、活動した。1930年に、ノルウェーに戻ってからは、オスロの国立芸術デザイン大学で教鞭を取った。 第二次世界大戦中は、ベイダル収容所の強制労働者として働いていた。1946年には、国立芸術アカデミーの教授に任命され、1955年から1958年までは、同アカデミーの所長を務めた。彼の教え子には、フリス・ホフ・ティディマンド・ヨハネ・セニア、トゥーラブ・ロンバーグ、ランスレットなどがいる。ニューヨークの国連ビル内にある、 国連安全保障理事会室の壁画を制作。その他にも、オスロ大学の物理、科学棟やオスロ視聴者など、多くの公共施設に大きなフレスコ画を描いている。コッペンハーゲン国立美術館には6点の作品が収蔵されている。1950年には国王功労賞を受賞し、1955年には西洋ラブ勲章のコマンダーに任命された。 1936年からは、ストックホルムのスウェーデン王立美術院の会員となり、1948年には、オイゲン王子メダルを授与された。二度結婚している。1915年には、テキスタイルアーティストのセシル・マリー・ビディルと結婚したが、1934年に、結婚を解消した。1934年には、ロンヒルド・ヘレーネ・アンデルセンと結婚。ノルウェーのアーティスト、 ガイクローグの父親でもある。ありがとうございます。